まさかの電撃参戦、前 K-1 王者木村フィリップ実る。戦慄のブラジリアンフックで数々の強豪を葬り去った KO キング。しかしなぜ修羅の祭りに名乗りを上げた。僕はブラジル人なので猪木さんはヒーローのような存在ですし、追悼の大会に出れるのはすごく僕にとっていいなと思ってます。いつ何時誰の挑戦でも受ける、母国のヒーローへの思いを胸にボクシング転向を表明し、剛腕を磨き続けた KO キング、1年ぶりの真剣勝負へ。過去最高にハングリーな状態だと思います。1年間試合してないようですからね。なんて練習だけしてこのパワーだけ溜め込んでる状態なんで、放出したいなっていうのがすごいことになると思いますよ。多分俺が試合したらマジでやばいっすよ。もう立ちはだかるは内陣からの刺客、総合格闘家八千雄介。大物見ならお任せ、レジェンド五味貴則らを葬った陽気なアサシン。お祭り男としては参戦するしかないなと思って参戦を決定しました。何の人なのかなっていうイメージですね。まあ、立ち技やっていったと思って、まあ、ボクシング行くって言ってボクシング行くのかなと思ったら、まあ、こういう大会に参戦してるっていう、何の人だっけっていう印象です。でちょっとより一段と気合入りましたね。早く乗り直したくなりました。ありがとうございます。この果たし合い、1ラウンドは木村の土俵キックボクシング、2ラウンドは八千の縄張り、総合ルールにて執り行う。 MMA になれば 100% に近い形で干渉できると思います。インパクトと力強さと、あと KO する瞬間を見てほしいですね。一撃で仕留められるか木村、グラウンドで締め落とすのか八千。これぞ令和の異種格闘技戦、フィリップ実る VS 八千雄介。ただいまより令和猪木軍 VS 世界格闘技軍副将戦を行います。青コーナーより八千雄介選手の入場です。この真骨頂を見せたいところです。赤コーナーより木村フィリップ実る選手の入場です。やはりブラジル出身、ブラジルの英雄といえばバンダレー・シーバーとなると、このサンドストームで入場、木村フィリップ実る。俺は1ラウンドで倒すことを考えている、もし倒せなかったとしてもダメージが溜まった状態で2ラウンドに行かせる。2ラウンドはもちろん俺が不利だけど、
その中で何回チャンスをつかめるか。でも勝つ。そして倒すパンチは1個決まっている。打撃勝負できてくれたらこれ以上ありがたいことはない。俺にとってはラッキーだと思う。ありがとうございます。いただきました。やっとの打ち合い、打撃勝負に自信を持ちます。木村フィリップミノルです。果たして第1ラウンドキックボクシングルールで決まってしまうのか。9kg ライジンライト級日本八千雄介。ボクシンググローブをつけています。 MMA ファイター八千雄介。ハードコーナー 172cm 70.0kg第3代 K-1 ワールドグランプリスーパーウェルター級チャンピオン、ブラジル木村フィリップミノール。八千代の度重なる発言に早くぶっ飛ばしたくなった、そう口にした木村フィリップミノルです。さあいよいよぶっ飛ばせる時間がやってまいりました。この2人によりますミックスルールです。身長差は7センチ上回っているのは八千雄介です。グローブがボクシンググローブなんですよ。そうですね、僕らのミックスと違うんですよね。はい、あの時はオープンフィンガー、はい、これはミノルの方が有利になりますよ。なるほど、はい、そうですね、左のハイキック八千雄介。オープンフィンガーでやりましたか、あの時。そうですよね。さあここは右を出しています。これ1ラウンド終わったら2分間でグローブ変えるんですよね、これいいですね。グローブやって絶対ミノルによりますよ、いやこのグローブになるでしょうね、はい、うん。さあまず後ろに下がるのは八千雄介の方でありますが、一方の木村やはり前進していきます。左のフックを出していきました。まあ、さあそして右カウンターです、ね、どれだけ焦ってあれなのか、力入りすぎるのも問題ですから。なるほどなるほど、まあ、この1ラウンドで決着つけるって話はしてますけど ね、1ラウンドはやっぱりミノル選手のあれですね、はい、左に、いいところありましたよ。いい反応を見せました。左のボディから右、左に、しかし首ついていったがこれはクリッチ。いやこれはちょっと八千選手も行きますね、被弾してしまうとひとたまりもないパンチを持っています、木村フィリップミノル。赤いリストカラーです。そして青いリストカラーが八千になります。さあこの攻防ですが、木野さんどうご覧になっていらっしゃいますか。いやもうさっき言った通りその、ダクーバー最後は倒れた。やりましたね、ミノル。しかしその前にレフェリーが止めています。なんと木村フィリップミノルノックアウト。鮮烈の左一点、珍しいパターンですね。いやちょっとあの八千がですね完全に意識を失っていますね。そうですね。木村フィリップミノル選手の手繰りなるノックアウト勝ち。宣言通り1ラウンド KO 決着です。木村フィリップミノルです。これはちょっと衝撃的ですね、これはね、あの大津君言ってたように、はい、ルール的に MMA にいるとやっぱり有利なんですよ、2ラウンドになればこうしのげば、でも八千選手がガンガン行きましたよね、八千選手も負けずに、覚えてないと思いますよ、はい、今目を覚ましましたが八千雄介、まあ、何が起こったのか今分かってない状態かもしれませんね。いや大津さんいかがでした。いやまずこのボクシングローブになったという時点でちょっとミノルに分が、はい、ただ吹きたかなと思いました、うん、で、まあ、アグレッシブに圧かけれたんで、はい、よかったですね、で、八千選手も逃げに徹することしなかったんで、はい、逆にこういう結果になったと思います、まあ、そうですね、八千も攻めた結果ではありますよね、はい、しっかりと打ち合いに応じていったという。改めてご覧いただきましょう、この左の服ですね。いや、こういうシーンもなかなかないんですよ、ね、なかなか珍しいです、本当に僕は全く予想外ですね、全く予想外ですね。いやこんなにあの目を閉じる八千代介の姿っていうのは、見ませんけれどもね、ちょっと失敗したなって感じですよね、八千代選手にとってみれば。そうですね。さあそれでは今起き上がりました八千代介です、勝ちました木村フィリップミノルが今八千代と健闘を戦っています。いや堂々と戦って素晴らしいですよ、MMA ファイターではありますが見事打ち合い、まあ、打撃戦に応じてみせました。さあそれでは木村です。皆さん久しぶりです。木村みのるです。やっぱ俺の試合は間違いないですね。はい、間違いない。まあ一応なんですけど、
大晦日も一応上げてあるんで、何かあったら呼んでください。ありがとうございました。第1ラウンド1分6秒木村フィリップミノル選手のノックアウト勝ちでした。いや、やはり勝ちました。木村フィリップミノル選手に、はい、この男の強さ、大きな拍手をお送りください。ストライキングの強さというものはですね、目を見張るものがありますね。いや、強かったですね、もうあんなパッチぶわったことないと思いますよ。うん、やっぱりあのフックは威力ありますね。いや、ありますよね。まあまあ本当にね、パンチ力がもともと回転が速くてね、パンチ力があるタイプなんで、まあね、ボクシングやってたんでずっと、はい、余計上手くなってると思いますね。そうですね、あの自分自身もあのボクシングのトレーニングを積んでいて、あのパンチが強化された、強化されたっていうか、なんかね、前は振り回してる印象があったんですけど、なんか的確でしたね、はい、今回一つ一つが。そうですね、距離ズームも外から回して、打ったパンチで効いてたから、はいはいはい、いやもう相当パンチあるんやなっていうのは、相当パンチありますよ ね、 ね、 そうですね。さあ改めて試合を振り返ります。いや、薬選手がね、あの全然逃げずに行ったっていうのもすごいなっていう、はい、これはだけど僕ちょっとそうですね、この打ち合いですからね、予想してなかったな、この左です。見事に八千の頬を捉えています。鮮烈の KO 勝利をもぎ取りました木村フィリップミノルです。